はい、それでは3番目、貧困問題、あります、世界のいろんな問題があるんですが、この貧困問題も非常に大きな問題だと思います、学習課題です。貧困問題解決のためにどのような取り組みが必要かというものです。で、以前もちょっと話をしましたが、人口が急増しています。これは日本の中だけで見ると人口急減なんですが、これがですね、2019年で77億人であるのが、これが97億人、2050年になるというふうにもう推定されています。もう100億人近くなるということなんですよね。で、これすごい重いのが、この97億の中の 80% が実は途上国の人なんではないか、なるんではないかということなわけです。つまり途上国っていうのは、先進国に比べて経済的に非常に貧しいというところですが、その貧しい国の人たちが増えていくんだということなんですよね。ある程度裕福になるとそんなにこう子供が増えない。で、これは私の一つの考え方としては、ある程度こう裕福になっていくということは仕事が高度化していくので、子供が小さい状態で、手伝える仕事ではなくなってくるという、その仕事の高度化があるんだと思うんですよね。でも貧しい地域というのは、ある程度子供でも、田植えだったり稲刈りだったり手伝えるというところから子供を多く増やそうとする。実は、人口が急増する地域というのはどこも貧しいところで、働き手が必要だから子供を増やすというふうな気持ちでこう増やしているところが多いんじゃないかな。で、実際にはその、教科書の中でも書かれているように、この、世界のさっき 80% と言いましたっけ、86%の人が、途上国なんだとなるんだということですね。考えられているんだということですね。で、この世界の貧困問題についてですが、これ貧困の定義です。どれくらいだったら貧困なのかという定義があるようで、これは1日に 1.9 ドル未満しか使えないという人が貧困であると。日本円にすると270円、現在2024年の1月にこれを取ってますが、270円ぐらいだというふうに言われています。1日に270円しか使えないという人たちが実は8億人もいるんだということなんですよね。で、さらに言うと超栄養、不足に陥っているのを、飢餓と言いますが、飢餓の人も実は8億人ぐらいいるんだということなんです。一方で、先進国では食料は実はたくさん余って捨てられてしまっているところも多いというところで、一応その、食料安全保障の見方から多めに作って捨てるぐらいあるっていう状態が減った時に、足りなくなった時に何とか対応できるので、多めに作っておくっていうことは多分大事だと思うんですね。ただ一方で、もしかしたら多めに手に入れていることが、作っている現地の人たちの食料を奪っているかもしれないというところにも、気づく必要はあるんじゃないかなと思います。これは可能性としては、日本なんかは海外から食料をたくさん輸入している国なので、お金を持っているということを利用して、多くの食料を手に入れることが実は現地の人の食料を行き渡らないようにしている可能性があると。で、これはちょっとどこにどういう影響があってそうなっているかっていうのはまだ全然わからないですけども、可能性としてはあるんじゃないかなと思います。実際に例えば日本の国内のことであれば、江戸時代に、飢饉が起きると、で食料不足になるっていうのは農村からスタートなんですね。普通はなんかこう食料を作っている農村だから一番近くに食べ物があるから困らなそうじゃないですか。むしろ都市の人たちがそのお米とかを買えなくなってしまって餓死してしまうなんてことが
ありそうなんだけど、実際には江戸時代は基本的には飢饉が起こったらまず飢えて死んでいくのは農村の米作りをしている人たちから亡くなっていくようなんですよね。でこれはなぜかというと決まった量政府が奪っていくからですね。年貢という形で奪っていくから、奪われる分はその残しておかなきゃいけない、手をつけることはできない、そして、餓死してしまうということで、都会は結構米は余っているんだけども、田舎の方では、足りなくなってしまって苦しんでいる、まあ、これと同じ状態がお金を持っている先進国とお金を持ってなくて、なかなかたくさんの、 その食料を売るしかないという状態の途上国との間で起こっている可能性はあるんじゃないかなというふうに思います、はい、さあそして、今後じゃあどういうふうにしていくかというのは、この貧困層の多くの貧困層をそのままにしておくということは実際には非常に危険なことで、現地の人たちも苦しいわけだし、実は我々は相互依存関係があって、その現地の人たちが作ったものを手に入れているので、それで、安定した生活を送っているというところから、もう必ず関係ない話ではないんだと思うんですよね。でそのためにも途上国の人たちがちゃんと自立できるような方法をこう何か取らなきゃいけない。でその中の一つとして2015年に、国連が出したSDGs の17の目標、でこれは単に経済的利益を上げるというだけではなくて、いろんなそうですね、健康とか教育とかさまざまな目標をここで立てています、それから貿易の面で言えばフェアトレードという考え方があります。でフェアトレードというのは適正な価格で取引しましょうというものです。基本的に弱い立場の人たちは価格を設定できる立場にありません、なぜならいくらでも買ってほしいからですね。ってなるとお金を持っている側がこの値段だったら買ってもいいよっていう値段、かなり安い値段に設定されると。で、そこに嫌だと言えないという状態があって、安い値段で買われてしまうと現地の人たちが困ってくる。でそれをなくするために、ちゃんと適正な価格で取引しませんかという考え方がフェアトレードになります、まあ、こういう形で途上国の人を支援するっていう方法もあるんだということですね。で、マイクロクレジットっていうものもあって、これは貧しい人の事業を支えるために、少ない額マイクロ、ね、での融資ですね、お金を都合をつけてあげるというこういうのもまたあると、まあ、さまざまな途上国の人たちへの支援の方法が、まあ、提示されていますよということが紹介されています、はい、ということで、今回の学習課題、貧困問題解決のためにはどのような取り組みが、まあ、必要とされていますか、この件についてまた考えてもらいたいなと思います。以上です。